東京五輪で男女ダブルスで卓球王国中国を破り金メダリストおめでとうございます。この歴史的快挙に対して何か思うことありますか？まあでも中国人にはめっちゃ嫌われてません？大丈夫ですか？いや、ありがたいことですよ。あれだけの国力をかけて十何億人がこう見てる中で、はいはい、あいつさえいなければってみんなに思われたわけじゃないですか。そうですね。いや、でも人によっては卓球界ってでもちょっと面白くて、うん、中国ってすごい卓球が人気なんですよね。国技って言われてるぐらい、うんうん。ただ、ここ数年間は強すぎるからゆえに人気がなくなってきてたんですよ。あ、そういうことって起こるんだ。そうなんですよ。中国が強すぎるがゆえに中国国内で人気がどんどんなくなってきてて。へー。なので多分僕みたいにその中国選手を破る外国人が出てきたっていうのは多分中国国内にとってめちゃくちゃ嬉しいニュースだと思うんですよ。あ、で、あいつを潰せみたいなので中国人がまた強いのが出てきてみたいな。そうなんですよ。それがまたこう、競技力向上に発展すると思うんで、逆にだから僕たら水谷さん引退して逃げちゃうみたいな。そうなんですよ。だからそれが多分もしかしたら怒ってるかもしれない。僕が出てきたことは多分嬉しいと思うんですよ。そこは怒りそうですね。そう。そうなんですよ。やめ、ちょっと負けてからやめてくれよってみんな思ってて、はい。そうなんですよね。でも今まで僕は本当に中国選手とすっごい試合してきて、うん、それこそ CCTV5 わかりますかね？CCTV5、中国のスポーツの専用ので、うん、毎回中国選手に負ける日本人いるなみたいな感じで、それぐらいだから中国での認知度はすごい高かったんですよね。はいはいはい。あ、国際舞台で中国人と戦えるレベルまでいけるってなったら、水谷からすんないけど、でもやっぱり勝てないみたいな。そうなんですよ。毎回中国人に負ける日本人いるなみたいな感じで、すごい、知名度はあったんですけど、まあ今回それで、はい、勝つことができて。あのカマセイヌに金メダル取られたみたいな。そうなんです。そんな感じになってると思いますね。へー。それ面白いですね。どっちなんだろう。でも認知度もあるし、やっぱ実力で勝っただけだからすげえよなっていう部分もあるし、はい、でも やり返したいところでもういないみたいな。そうですね。すごい複雑な感情を持たれてる、はい。前回のリオのオリンピックの決勝でも僕中国選手を倒したんですよ。おお、へえ。はい。なんで一応中国選手には決勝では負けてないんで。はあ。それはやっぱあれですか、100万円の台で練習してるからですか。いや、それは自分の実力ですね。あ、自分ですか。自分の実力ですね。100万円の台は張本選手に取られちゃいました。あ、そうなんです。同じチームなんで、ずっと僕練習してたんですけど、彼が入ってきて、僕は隅っこに追いやられました。いい。